新しい私いろいろ始める仙台いろは。まもなく東日本大震災から10年、ボランティアの皆さん全国からの応援に助けられました。そこで今回は助け合いについて考えてみたいと思います。やってきたのは国民共済コープ全労祭。泉さん、こちらでは震災以降どのような取り組みを行ってきたんですか？はい、まず2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ心からお見舞い申し上げます。さて、東日本大震災以降、私たちは最後の一人までを合言葉に、組合員に寄り添い迅速な共済金のお支払いに努めてまいりました。東日本大震災の発生後、国民共済コープ全労祭では全国各地にコールセンターなどを設置し、被災状況の調査活動や共済金の支払いを行ってきました。震災から間もなく10年ですが、今はどんな活動をしていますか？はい、岩沼地区で海岸防災林の植樹活動を行っています。鳥害や風害から農地や居住地を守る海岸防災林も震災で甚大な被害を受けました。そんな海岸防災林の再生植樹活動に取り組んでいるんだそう。いいね。いろいろな活動を行っているんですね。はい、国民共済コープ全労祭ではこれからも助け合いの輪を広げ、積極的に地域社会に貢献する活動を展開していきます。もしもの時のためにみんなで助け合い、いいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。